い、こんにちは、キャメルです。1週間、ハイドロフラッシュを1週間、してコーティングの状態どんな感じになってるのか一緒に見てみましょう。遠くから見るとそんなには汚れは目立たないんですけれども、やっぱり近くに行くとこう白い飴染みになってるんですけれども、見えないですよね。裸眼で見るとちょっとやっぱり汚れているっていうのは分かるんですけれども、やっぱカメラ通すとそんなには汚れては、見えないと思います。まだちょっと後ろの牽引フックつけたままなんですけど、すいません。そうですね、後ろから見てもそんなに汚れているっていうところは、遠くから裸眼で、遠くから見るとそんなには汚れてはないんですけど、ちょっと近くで見てみます。あ、こんにちは。どこ行くんですか？はい、気をつけて。はい、こんな感じですね。雪の影響なんですけれども、すごいいっぱい白いシミがやっぱりできちゃってます。雪のシミはもうしゃーないですよね。かなり雪のシミついちゃってます。またちょっと明日洗車してまたこれ塗っちゃおうと思ってます。すみません、今日の動画ネタこれだけです。ハイドロフラッシュ1週間経過の状態でした。すみません。それでは簡単なんですが指令させていただきたいと思います。